この世界に僕がもう一人いたらどうするかだって。どうして急にそんなこと聞くんだ。僕はそういう話は信じない。ファンタジーみたいに物語として楽しむ分にはいいが、本気で言ってるならありえないな。どうして言い切れるのかって、そんなの疑いようがないからだ。百歩譲って、もし本当にもう一人の僕が存在するなら、そいつを捕まえて家に連れて帰って、面倒なことを全部引き受けてもらうだろうな。そして僕はやりたいことをして過ごすんだ。やりたいことが何かって、早押しクイズじゃないぞ。ん？どうしてピアノを見つめてるんだ。こっちに来い。残念だったな。そんなありきたりな答えじゃないんだ。あと、何かを食べてるときは絶対に楽器には触らないようにしてくれ。これは常識だけど。やりたいことはたくさんある。でもやりたくないこともたくさんある。ああ、それからこれを食べろ。もちろん、お前を黙らせるためだ。これ以上面倒な質問をさせないように。さっきの話に戻ろう。もし、一粒の種を植えて、そこからいろんな僕を収穫できたとしたら、一人には親を適当にあしらってもらって、もう一人には仕事を受けて稼いでもらう。別の一人には僕の代わりに授業に出てもらおうかな。そうすれば退屈なことは全て別の僕にやってもらえる。ん？何がおかしい？お前の質問に真面目に答えてやったのに、笑うなんて。答えて損した。ほら、口を拭け。こんなに汚して。まだついてるぞ。これでよし。食べ終わったなら話の続きだ。たとえ同じ魂を持っていたとしても、違う経験をすれば結果も違ってくるはずだ。現実はゲームじゃない。同じセーブデータをコピーして貼り付けるなんてことはできない。葉っぱだって一枚一枚違うんだ。人間ならなおさら違うだろ。ん？ゲーム？いろいろやった。ああ、それも遊んだことがある。
対戦するのは構わないけど、僕は結構うまいぞ。泣くことになっても知らないからな。じゃあ今度持ってくるといい。ちょっと待て。いつも僕にこういう質問をするたびに、お前は変な絵を描いてたな。まあ、いいけど。ああ、今度見せてくれ。約束だ。